next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。アメリカのワシントン州に行ってきます。まあ、ちょっと時間がないんですごい急いでるんですけど、では行ってきます。中華を友達が買ってきてくれました。めっちゃ美味しそう。はい、ではいただきます。おはようございます。もうお昼なんですけど、今日のお昼は昨日買った中華をの残りを炒めて今から食べます。今はもう2時なんですけど、今日は朝から練習に行ってきて、さっき帰ってきたとこです。でこれを食べて今からトレーニングに行ってきたいと思います。ではさよなら。今日はラウンドと練習をしてきました。友達の家の近くのゴルフ場で、こんな感じで先週すっごい寒かったんですけど、今週めっちゃ暖かくて半袖でできるぐらいで逆にびっくりしてます。こんな感じで3コースあります。はい、皆さんお疲れ様です。今は2022年の12月31日なんですけど、実は、12月の21日から、もうアメリカに来てて、免許のなんか取得とか、あとは携帯電話の登録とか銀行作ったりとか、結構ビザの、発行とか結構なんか時間がかかる、なんか結構めんどくさいことがすごい多かったんで、今年のトーナメントが始まるのが、2月の末からなんで、去年より2週間ぐらい早くなってるんで、それに合わせてちょっと早めになんかいろいろそういうめんどくさいこと終わらしたいなみたいな思って、結構早めにアメリカに来ました。で今は友達の家に居候させてもらってるんですけど、で今年はこの友達の家に1年間居候させてもらう予定、わからんけどさ、今はそういう予定でちょっとやってます。で今年のスケジュール的には2月末から始まって10月ぐらいに終わるんかな、10月の中旬ぐらいに終わるんですけど、去年と一緒ですね。あ、今年わからん、ちょっと今31やからちょっと混乱してんねんけど、2020年と同じでみたいな感じで、ちょっとシーズンが始まるのがちょっと早くなったっていうだけなんですけど、で今年は去年はほぼ私車持ってなかったんで飛行機とレンタカーで全部移動してやったんですけど、今年めっちゃ高かったんですよ。400万ぐらいかかって、交通費が日本円にしたら、で全部入れたら、だからそれやったら車買えたやんってなって、車買った方が普通に絶対安いと思って、で車を買うことにして、今回はできるだけ車で回ろうかなみたいな思ってます。なんかあんまり今は例えばフロリダからアリゾナとかは絶対無理なんで、もう諦めて飛行、私は東海岸に住んでるんですけど、西海岸の試合が5試合ぐらいあるんで、西海岸の試合は飛行機使って
ってからレンタカーで動いた方がいいかな、多分その方が安いと思うんだよな、分からんけどって思って、そういう感じでできるだけ安く済ませるようにちょっと車買ってこっちで基盤作って今年は1年やってみようかなって思います。でステップの予定は日本に、まあ、エプソンの結果がどういう風になるかしらやけど、まあ一回日本に帰ってなんかステップ出てもいいなみたいな感じで思ってんねんけど、まだ全然未定で、まあ、自分の順位的にどれぐらい出れるんかとか私は全然わかんないんで、ちょっとそれを見てって感じの予定になってます。はい。で今年は新しくずっと私の所属先、所属先のカノアンカツさんがずっと所属スポンサーしてくださってたんですけど、今年はちょっと名前が変わって SK メカニクスさんにサポートしていただく形になりました。それとサブスポンサーで、所属じゃないという意味です。なんか所属じゃないんですけど、スポンサーしていただくのがアスモさんに新しくサポートしていただけるようになったんで、去年よりも頑張って結果残していきたいなって思います。まあ QT、 まあそうですね、トーナメントもすっごい大事なんですけど QT もすっごい大事なんで、なんか QT 最終的な目標は QT に向けて今年1年やっていくみたいな感じで感じになると思います。で今年は2年目なんで去年とはやっぱ絶対違うし、結構いろいろ経験してるんで段取りとかすごいわかると思うんで、なんかそういうのは良かったなって、良かったなそういうのはいいかなって思います。あんまり頭がちょっと回ってないんですけど、とりあえず今年1年しっかり自分のできることを最大限にやっていきたいと思います。はい。で去年はなんか去年あんまりお金のことあんま考えとったけど、まあ、そんなに考えずに結構あスムージー美味しそうとか思って食べとったんですけど、そしたらなんか経費が1年で1000万ぐらいかかってて、今年そのまま行ったらマジでもう多分上半期で終了、私の貯金なくなって強制帰国になると思うんで、今年はめっちゃ節約しようと思います。はい。って感じで、そうですね、すごい円安やってめっちゃ最悪な時期に重なったんで、なんか貯金が全部なくなってすごいやばい状況になっちゃったんで、ちょ新年早々からこんな話するのもあれなんですけどって感じなんで、まあ、試合で稼げるように頑張りたいと思います。では私は失礼します。